君の匂いは強者の匂いけど、不思議な感じ。悪人ではなさそう。ふわ、リンよ、会えて嬉しいよ。この先も輝かしい未来がありますように。君、やっぱり特別だね。出発だ。あと確認しておきたいんだけど、じっちゃんは今年で60に間違いないかな。そうよ。明日僕が舞台で6回回って、それをじっちゃんへの祝寿にするというのはどうかな。時計に鎮座する獅子頭は長寿星を中心に回る。だな、獅子唐辛子が釣ってあれば千客万来、商売繁盛間違いなしだね。獅子唐辛子も買ったんだ。開業の日で獅子に食われる瞬間を待ちわびてるぞ。最近外でチリンタランジュってやつが暴れてて。チリンタランジュ？そうだ、なかなか面白い名前だろ。でも実はとんでもない悪党なんだぞ。チリンタランジュはこんなんじゃないよ。あいつは友達なんだ。ごめんね、漂白者、すぐ戻るから。漂白者さん、あんた見に行ってくれないか。そのうち開業したらおまけしてやるからよ。漂白者、どうしてここに？大したことじゃないけど、ありがとね。前は変わった注文があってね、獅子舞の依頼にしては何の要望もなくて、依頼者の名前も、しかしどれも発送先が違うから全部調べるのは大変だな。確かに漂白者、頭いいね君、いいね君。漂白者さん、急なお願いなのは承知の上ですけど、どうかお願いします。本当ですか？ありがとうございます。漂白者さん、鈴の音は私の妄想じゃありません。チリンタランジュはおそらく洞窟の中に住んでいます。チリンタランジュか。あんな大柄なやつ、洞窟なんかに住めるのかな。でも確かに危険な匂いはするね。あなたたちも気をつけてください。つまりカイシさんはチリンタランジュのせいで気を落としたと知って、チリンタランジュを殺そうとしたってこと？そんな中、チリンタランジュと何らかの関係を持つ野獣団の話を聞いて、まあ、チリンタランジュを調査するために注文したんだが、どうやら無駄のようだ。そういうことか。キヨさん、やっと目者。君はここで海士さんのためになるようなものを探してほしい。僕もすぐ戻るから。ふう、戻った戻った。海士さんの恐怖を直接取り除けるような何かを探さないと。じゃあ早速準備しなくちゃ。
明日の獅子舞、君も絶対に来てね。どう？すごいでしょう。さあ、聞いてくれ。どこから話せばいいのかな。漂白者、もしもの話だけどね、この世界で共鳴を果たした人間がいれば、同じく共鳴で力を得た獣だっていてもおかしくないよね。自分の感情を制御できない共鳴者はオーバークロックを免れない。欲望に忠実な獣たちはそれに当てはまる。殻との共存を図る獣はほとんどいなかったけど、ごくわずかな成功者もいた。でも遥か昔、チリンタランジュにはちゃんとした名前があった。それはサンゲイ。サンゲイはすでに絶滅しかけたという説もある。たとえいるとしても数匹しかいないだろう。まずは人を怖がらせないために笑える名前が必要だと考えた。チリンタランジュみたいな。それから無駄な体毛や凶悪な爪をなくし、二足歩行のために骨格を自ら矯正し、やっと普通に立てる体を手に入れた。結局彼は何なのかな。漂白者、君の目には人に見えるかい。そうか。チリンタランジュには人とか獣とかもう関係ない。彼は彼なりにちゃんと生きてるから。人の顔をする獣がいるなら、獣の姿をした人がいてもおかしくないからね。自分の道を進めばきっと大丈夫。ああ、それとお礼と言ってもなんだけど、この鈴君にあげるよ。本当にありがとう、漂白者。エンヨー、どこだ。はいはい、また一緒にご飯食べよう。あとさっきの鈴お守りにしてね。この先も輝かしい未来がありますように。